ホッケースティック曲線、1000年から2004年11種の気温曲線、1000年から2004年、ホッケースティック論争とは人為的な地球温暖化の証拠の一つとして採用された古気候学に基づき見積もられた気温データに対して過去の気候変動を過小評価するためにデータが改ざんされていたのではないかという疑惑をめぐり引き起こされた論争のこと。古気候学者のマイケルマンは 木の年輪から過去1000年以上の気温変化を見積もった結果を発表した。その過去の気温変化が19世紀以降の急激なカーブを示していたため、その気温変化の曲線がホッケースティック曲線と呼ばれるようになった。その結果、マンは i p c c の第三次報告書の主要な書き手の一人に選ばれた。彼の再現結果は今世紀の気温上昇が 人為的であることを示す有力な証拠の一つともなり、IPCC をはじめ様々な分野で何度も引用されることになった。しかしその気温変化を見積もるために用いられたデータのうちどれを実際に採用したかの記述が間違っており、またマンラーが観測精度の誤差と考えた変化を修正して用いられていた。この出典表記の間違いや修正を改ざんなどとして批判するものが現れ、 スキャンダルとなった。またマンのデータに対して、商標期や中世の温暖期などによる気温変動が過小評価されているのではないかなどと、数多くの批判や異論が論文となって発表された。この一連の騒動を指して、ホッケースティック論争と呼ばれ、多くのメディアで報道された。批判者からの指摘を受けて、マンラーは1998年の論文に対する訂正記事を2004年に、 ネイチャー誌に発表した。訂正は出典の動きだけであり、論文の結果には変更がないと明言している。マンのホッケースティック曲線は、IBCC 第4次評価報告書の SPM には記載されず、AR4 フルレポートの第6章の図6.10に他の再現結果と重ね合わせたグラフとして記載された。図にはマンによるものの他に、 マッキンタイヤを含めた12のグループと機器による計測グラフの曲線を重ねて掲載されている。これには中世から産業革命までの間の復元結果が大きく異なるものもあるがマンラの結果には上下各摂取0.5度の大きな誤差範囲が付けられているためいずれもマンラの復元結果の範囲内である。この論争の際に問題とされた500から1000年前の ご気候の再現結果については誤差の幅が大きい。IPCCAR4 の SPM には過去の気温変化について最近の研究の中には特に12から14世紀、17世紀、19世紀の関連な期間において北半球の気温の変動は第三次評価報告書で示唆されたものより大きかったことを示すものがあると記されている。しかし、 20世紀後半の北半球の平均気温は過去500年のどの50年よりも高かった可能性が非常に高くとも記されている。これは多数の研究結果を総合した結果であり AR4 フルレポートの第6章やアメリカ合衆国科学アカデミーの報告書に詳しい議論がある。500から1000年前の気候の復元結果のばらつきは大きいが それでも20世紀後半の気温が際立って高いことはどの復元結果にも共通している。A.B. マン、ブラッドリーヒューズ、グローバル、スケールテンパチャーパターンズクライメートフォーシング、オーバーザパストシックスセンチャース、ネイチャー、392、779から787、1998万、 ブラッドリーヒューズ、ノーザン・ヘミスフィア・テンプリチャース・デューリング・ザ・パスト・ミレニアム、インフランスス、アンサー・ティンテス、アンドリマッテ・シャンズ、ジョ・フィシケル、リサーチ・レターズ、26、759から762、1999、ヤザー・キヨシ、地球温暖化は本当か宇宙から眺めたちょっと先の地球予測技術評論者2007年1月、 ISBN4 から7741から 3001X ハット AB マン、ブラッドリーヒューズ、コリジェンダム、グローバル、スケールテンパチャーパターンズクライメートフォーシング、オーバーザパストシックスセンチャース、ネイチャー、430、105、2004、ABC 地球温暖化会議論批判、アスカ・コトブキガワほか、東京大学、2009年 ABIPCC 第4次、 報告書、第一作業部会報告書、ABIPCCWG1AR4、レポート、ハットナショナルリサーチカウンシル、サーフェイステンパーチャーリコンストラクションフォーザラストに、000、イヤーズ、ナショナルアカデミープレス、2006、マッキンタイアラによる論文その他の研究チームによる論文、ありがとうございます。